あ、俺？あ、俺の名前？あ、俺の名前か。俺の名前、佐藤花太郎です。いや、この前さ、あのビッグカツでカツを作ったじゃん。そうやったら、あの動画がね、あの、あんまり回ってないんだけどね、なんかこのまま、なんかあの動画、長編の動画をあの上げないっていうのは、なんか、あの僕の、あのなんか、気持ちというか、はい、あの決意というか、はい、あのなんかそういうものに対して、なんかあのその否定してるんじゃないかなとかって、なんかそういうふうにあの思っちゃったりなんかしちゃったりあのするもんじゃないですか。はい、だからあのなんかあの自分のこめかみにあのチョップを食らわすみたいな、あのそういうあの感じで、あの人生っていうのはあの一度だけじゃない、二度も三度も、調整してこそ、あのそういうのがあのなんか重なって重なることによって、あのなんかあのその結果っていうことが、ダメですか。あの結果っていうのが分かるじゃないかなっていうふうに思ったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりするんで、今回はショート動画でもなぜかよく伸びるこのうまい棒を使って、チャーハンを作っていきたいと思います。あ、はい、じゃあ、あらかじめ用意してあるうまい棒を、握りつぶしていきます。はい。うん？二本目。せん。うん？はい、三本目。四本目。五本目。はい、粉々に砕きました。安心してください。これはちゃんとした、れっきとした料理でございます。次にサラダ油をフライパンに、なんかあの かけるというか、なんていうんだ。入れてく。では火をつけます。点火。フライパンが温まったので、卵1個とこのご飯を入れていきます。次にこのうまい棒明太味を5袋全部入れていきます。あとはひたすら高火力で炒める。うまい棒明太味チャーハンが出来上がりました。使ったのは油と米と卵とうまい棒5本のみです。味付けはもう完全にうまい棒の味
だけをチャーハンにしたかったんで、塩も何も追加で入れてません。はい。じゃあ、うまい棒チャーハン、いただきます。パラパラですね。パラパラ？パラ？パラパラかな。あ、うまい棒の匂いする。あれ？は？まず味なんですけど、かすかにうまい棒明太子味の、味がね、ほんとかすかに遠いところに見えるわ。で、あとはほとんど油の味は。で、あの具材、卵はねすごい美味しいですよ。ただあのこのところどころにねあるこのうまい棒のかけら、これがね、うん、おふは、あの味噌汁とかに入ってるじゃん、あのふ菓子とかあるじゃん、あのおふみたいで、なんか歯にくっつくし、なんかあの 米の中になんかスポンジが混じってるみたいな感じは、なんかすごいすごい歯にくっつく。このうまい棒チャーハンもうほとんど食べちゃったんですけど、ようやく気づきました。この料理に関してのコメントがもうないです。ん？はん？完食しました。いや、正直めちゃくちゃがっかりですね。はん？はい、絶対おいしいものができると思ったんですけど、いや、ちょっと浅はかでしたね。はん？ちょっと今回うまい棒の調理法間違っちゃったんですけど、ちょっとあの諦めるわけにはいかないんで、他になんかどうにかこうにか考えて、うまい棒を使って米に合うおかずを、作っていきたいと思います。はい、まあ今回チャーハンだからおかずっていうよりも米なんだけどね、まあその辺あれですけど、まあは？もう何言っていいか分かんねえわ。は？もうちょっと今日の動画これで終わりだわ。は？ちょっと何言っていいか分かんねえわ。まあとりあえずあのチャンネル登録とグッドボタンを、よろしくお願いしますっていうふうにあの他の YouTuber が言ってるからとりあえず言うとくわ。これで終わりだわ。終わり。今日終わり。終わり。は？